って値段が決まれば、はい、引き取りに行きたいぐらいなんですけど、それ、はいはい、あれですか、そしたら関空ですか？関空です。ああ、なるほど。69万とかで最初入ってきた時に出してたんですよ。はい。はい。で、これなぜ安く出してたかって言ったら、はい。正直ね、初め入ってきた時っていうのは、はい。どう言ったらいいんですかね、安くでちょっと入ってきたんですよ。ああ。仕事に。だからまあ、この、自分が、はい。向いたらこれぐらい、全然まあ、仕事、他にね、ちょっとね、車の輸出をやってるもんね。あ、そうなんですね。はい。トップ方があるんで、別にそのゲットの方は副業的な感じで、まあ、それで儲かったらいいわみたいな感じでやってたんですけど、あ、なるほど。その、入ってくるとき、はい。アンダーテーブルというか、アンダーテーブル。はい、アンダーテーブルって、ね、賄賂的なものがいるみたいな、賄賂じゃないですよ。はい。手数料っていうのが、はい。なんか、ところがあるんですよね。あ、そうなんですね。はい、金額っていうのが、はい、最初は安くで行ってくれたんですけど、でも、はい、向こうも動いてくれてる人間が、これ本当か嘘かわからないんですけど、はい、結局、こんだけ手数料で取られることになったとか、はい、どん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 下がってなくて、あ、はい、人間今、そう言って入ってくるたびに、はい、あるんで、値段がね、決めかねてるだから、うちは、だから、いつも儲かったらいいって、大体その、決めてる分があるんで。ああ、なるほど。まあ、それ、プラス、それに乗せて、儲かれば、それでいいかなとは思ってるんで。が、他の日本人がまた一つ噛んでるってことですか？いやいや、じゃなくて、うちの会社なんですよね。うちの車の会社、もともとずっと車の輸出で会社があったんですけど。はい。もう、十何年なのや、12年ぐらいなのかな。はい。はい、あ。で、はい。一応、そっちに、ジャカルタに、うちは、会社を持ってたんで、それのつながりで、はい。やってみないかっていうことを、ちょっと言われたんで、はい。まあ、日本、これ日本人じゃないんですけど、韓国人も、それはその人にやってみないかっていうのを言われたんで、はい。うん、ああ、車の方は。うん。あ、いや、車の方で、ペットの方を。で、まあ、はい、そこから始めただけなんで、ああ、なるほどですね。結局、はい。動き始めて、はい。で、まあ、1年がかりぐらいで入ってくるようになったらしいんで。あ、なるほどですね。はい。そうだね。あれ、そしたら、サイテスも、韓国の人から経由って感じですか？はい。あー、なるほどですね。はい。ただ、もう任せてるんで、はい。はい。車の方は、うちが管理して、うちの全部、振り込みも全部、動画ですけど、はい。今日のペットの方は、向こうの動画に入るようにはなってるんで。あ、なるほどですね。あ、じゃあ、今回もその、ジャカルタから、カワウソたちは来るんですか？そうです。はい。そっか。そしたら、逆に、いつって言ってもらえて、値段が決まれば、引き取りに行きたいぐらいなんですけど、それ、はいはい、あれですか、そしたら関空ですか？関空です。ああ、なるほど。連絡をくださいって、まあ、関西の方なんですけど、はい。連絡くださいって言われてる方は何人かね、もう、十何人いるんですよ。ええー、あ、そうなんですね。はい。はい。だから、それはその辺は、まあ、僕らも結構、その、カワウソに興味があって、カワウソが欲しいなっていうのがあって、はい。その、初めてはあれなんですけど。はい。なるほど。だから、その辺は、
なるほどですね。ワシントン条約のあれもありますから、はい、ペットショップからの転売ができないという形にはなってるので、ペットショップへの転売とか、はい、結局業者さんであっても、個人でその愛玩用として買っていただくのはいいんですけど、はい、それをさらにお客さんに転売するっていうのは、一応これはうちとしてお説明をさせてもらってるんですけど、あ、なるほど。はい。はい。あ、え、それペットカフェとかは大丈夫ですよね。いや、それははい。全然やられてる方、はい、この神戸の方も買いに来られましたし、ペットカフェ。はい。なるほどですね。はい。いや、うち自体はその、ちゃんと正規で、サイテスのついてるのが欲しいんですよ。あ、それはもう、バッチリ大丈夫です。はい。うちはちゃんと持ってるんで、うちっていうのが、まあ、他、向いた、持ってるところは、みたいなんで、なんかそこも持ってると思う。はい。そこは持ってるっていうのは、今のところ日本では、この仕方だっていうのは聞いてますけど、はい。まあ、内々でやってるところはあるのかどうかは、僕は知らない。あ、なるほどですね。まあ、その、大阪の方にもなんか、その、密輸業者があるみたいな話は聞いたんで、そこなのかな、どうなのかな、みたいな感じで言ってたんですけど、ただ、密輸業者はまあ、多分、全国にあるんです。ああ、でしょうね。はい。韓国人に聞いたら、その結局韓国経由で入っていってるのが多いんで。あ、そうなんですね。船で手術をから、はい。一体韓国は入っていらないんで、はい。韓国で、はい。はい。そこから、チェジュ島から、日本に、島か、島まで船で来れるんで、はい。で、船で入っていってるっていう話は、韓国人から聞いたんですけど、最近厳しくなって、そこでもだいぶやられてるみたいな。はい。それは大丈夫。うん、一応、その、金額はそんな150万って前、正直言いましたけど、はい。それ、そこまでもいかない。あ、本当ですか？はい、で、今回は、そしたらその、韓国からセジュ島っていう経由ですか？いえいえ、僕らは、韓国から直接、はい。韓国から直接。はい。密輸っていうのは、はい。密輸の、はい。ああ、なるほど。あ、そういうことですね。そしたら、ドミストラが韓国経由で来てるよっていうのを、韓国人の人にとか教えてもらって、あ、そうなんだと思って。はい。最初は、そんな、取り締まりが今厳しくなってるんで、はい。サイテス取って、定期でやる方が、お金になるよっていうのを誘われたんでね。なるほど。2年半ぐらい前からちょっと動き始めて、サイテス取って。なるほどですね。あとね、これね、はい、一応ですよ、うちのそのペットの販売の許可取ってるんでね。はい。そこで言われてるのは、やっぱりその、はい、仕入れから3日間は保管してくれっていうのは言われてるんで、あ、なるほど。持ってもらってるんですね。銀行振り込みですか？銀行振り込みか、現金か。一応、来月からローンも。また、インドネシアからでしたよね。また入ってくる予定とかありますか？先月、1月の末、先月の末です。1月の末。はい。なるほど。で、それも、ちゃんと書類、サイテスとかはついてくるんですよね。もちろん、もちろん。はい。なるほどですね。何匹ぐらい1月の末は入ってきますか？6匹。6匹。なるほど。わかりました。送れる数っていうのが年間で決まってるんで。はい。はい。それの数があんまり取れてない。あ、そうなんですね。でも、向こうの人間から連絡が来て、はい。採血して作るんですか。はい。採血だって、いつもだったら2、3日で上がってるのも分かってる。あ、そうなんですね。